お前が寝るまで皆さんこんばんは上坂すみれの「お前が寝るまで」パーソナリティーの上坂すみれですお前ら楽しみに起きてたかということで8月28日土曜日の「おまねる」が始まりますよーえーとですね昨日27日に新曲情報が発表されました見た,見た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 シングルの表題曲は テレビアニメ「ジャヒー様はくじけない」の第2クールオープニング主題歌「生活困窮ダメディネロ」になりましたイェイすごいまたオープニングをねやらせていただけるということで私も魔法少女役で出演しているジャヒー様なんですけれどもこれのね第2クールをあのバトンタッチで私がやらせていただくということでいやーこのねダメディネロはですね 一回あのヒャダインさんと曲を作る前に顔合わせもありましてすすごいい久々にお会いしたんですよ、ね、なんかヒャダインさんからは定期的になんかラジオとかに呼んでいただいたりしてたんですけど最近お会いしてなくて最後にお会いした時はなんだっけな「エスペシア」の楽曲がいいよねっていう話をして解散したような気がするんですけどもラジオかなそうそれで あのそれからだったのでもうね私の中では大体ねあのテレビを見てる時間帯にねヒャダインさんもテレビに出てることが多くてなんかね私がテレビをつけるとね6割の確率でヒャダインさんが出てるんだよねすごい打率だと思わないそうだからうわーってうわーなんかいつ見ても美しいまつげって思ったんですけれどもあの そのね、打ち合わせでは、ジャヒー様の曲ということでっていうところから、そう、ジャヒー様をね、漫画で読んでみるとさ、ジャヒー様のあの暮らしのね、貧しさがすごいね、あの、特徴的なんですよ。なんかさ、見出しがくじけちゃダメだ残念可愛い,いジャヒー様応援しようみたいな感じだから、まあなんか、 言ってもなんか、ハッピーな感じなのかなって思ったら、本当にね、ジャヒー様ってさ、貧しい暮らしをしてるのよ。でも、アルバイトして頑張って、本来のね、魔界ナンバー2というね、権威を取り戻そうとしているやつなんだよね。そう、アフリコ現場でね、ジャヒー様の元の魔界でのなんかさ、元ネタっていうのかな。ジャヒー様って、 いるのかなみたいな。みんなでね、調べてたで、調べてたんですよ。かやのさんとか、ひかささんとか、大空さんとかと一緒に。そしたらね、ジャヒー様いたんだよ、魔界に。なんか、ジャヒー様のさ、なんか、原作って言ったらあれですけど、もともとの絵はね、結構、おどろおどろしいんだよね。何であ、いろんなとこは、そう、ゾロアスター教に登場する女神なのね。で、 これ、ピクシブ大図鑑みたいなやつでね、あの、調べたんですけど、昭和の女を意味する。悪の神、アンラ・マンユの愛人にして母、ジェイという別名を持つ。アフラ・マズダの作った楽園を目撃して気落ちしていたアンラ・マンユを部下の大英和たちが励ましては失敗する中で、彼を励ますことに唯一成功した存在。ということでね、かなりエリート、 悪魔らしいんだよね。まさかさ、ジャヒーンっていう、こう、好感をつけられるとは、ジャヒー様も思ってなかっただろう。女神転生にもね、よく出てるみたいですね。強いだろうな。あ、でもちゃんと、ピクシブ図鑑に、ジャヒー様はくじけないが載ってる。やったね。嬉しい。だから、みんなで、あと、サルは、もう、いるとかね。 そう、みんなで悪魔のね、元ネタを探したりしてたんですけど、まあ、そんな、魔界の、魔界要素っていうよりは、そのね、暮らしの貧しさ。なんだっけあの、銭湯に行く歌。あの、貧しい二人が銭湯に行って、石鹸がカタカタ鳴る歌。神田川。神田川すごいよくわかりましたよね。 銭湯に行って石鹸がカタカタ鳴る歌で神田川が出てくるの。すごい。そう、いつもあの歌のタイトル忘れちゃうんですけれども。あれ曲中で神田川って言ってますか言,言ってる言っ、詳しいですね。<laughs> すごい、神田川博士がいたあ。そんな感じの、ちょっとね、あの、な、なんだろう。でも、金があれば幸せというわけではないよっていうね、あの、 そういう絶妙なラインをちょっと攻めてみますっていう歌だったので、まあ詳しくはね、あの、あとはアニメのね、映像とかも私すごい楽しみなんですけれども、これはすごくね、盛り上がる歌にまた仕上がりましたし、ヒャダインさんのテイストも非常に感じられる。ヒャダインさん曰くヒャダインさんのこう、ファンの人が聞いたらもう一音目でわかる。 っていうね、ヒャダイン節が効いているみたいなので、うん、ぜひそこもよろしくお願いします。えー、あとですね、他のカップリングが2曲入ってるんですけど、まず1個目が、オマネルのテーマソングが入ることになりましたイエーイそうなの。作詞しました。いつの間に終わってたんだよ。<laughs> みんな 私がさ、15時に起きてさ、16時から飲酒するダメ人間だと思ってるかもしんないけど、ま、あそうなんだけどさ。<laughs> そうなんだけど、歌詞はできたんだよで、歌も取ったの。で、なんならね、あれですよ。TD も終わってんねん。TD って、なんだともなんか、盛り付けみたいな作業。盛り付け、盛り付けみたいなやつ。終わってんですよ。そうなのでね、 すごい、これもまたゴージャスな曲になってまして、この番組でも一回インストを流しましたよね。あそこに私の、私がもう一ヶ月ぐらいもう、なーん、どうしようかなーって思ってね、考えた歌詞が載ってますので、よろしくお願いします。で、もう一曲もなんと、わたくし先生がですね、<laughs> 作詞をしてるんですね。 作詞大好きじゃん、私。そう、でも自分で書いたさ歌詞ってさ、すごいこう、なんだろう、理解がしやすいじゃないですか。そう、あの、自分の歌いやすいこう、ふわりにもできますし、あの、なんだろう、自分らしいこうね、ボキャブラリーでね、こう、歌うことができますから、私的にはすごくね、自分で書いた歌詞の歌は歌いやすい印象があるんですけど、 え3曲目はドロップスというね、歌になっておりまして、これは本当に歌詞が出てこなかった。もうなんもでんって。これはもうね、1.7ヶ月ぐらいなんもでんかった。なん <laughs> もでんなんもでんなんもでんって、もう締め切りが残り0.3ヶ月だと。やばいなんもでんって。<laughs> そう。で、あの、ゆいちゃん流作詞法 お風呂に入ったらパッと思いつく思いつくまで風呂に入ってたらさ <laughs> だるんだるになっちゃってだる,だるんだるんだからもうその日は何もできなかったしそんなあの大変な思いをして作った歌と、ね、もっと大変な思いをして作った歌と3種類入っておりますのでよろしくお願いします。ピーピー M2 の BPM。<laughs> もう BPM の話はいいですよ。<laughs> 別に、BPM の話は多分ね、これオープニングトーク喋りすぎだし、BPM。今先行解禁しよ BPM を先行解禁。えぇ、ー、!186!200 です。200! 解禁です。どん どこどこどこぐらいですかこのぐらいですかこ <laughs> れぐいいですか <laughs> こ,これドラムで叩けるんですか <laughs> BPM200? 結局この間何の BPM が分かんなかったんですか Easy Love い,いくつだったんでしたっけわ <laughs> からない <laughs> まあいいや別にはいいいです じゃあ、え、ダメディネルの BPM はわかるんですか ?205 です。205? もっと早いです。えぇ、ー、早いですね。じゃあ早いです。そうなんだ。なんか、どうですダンスダンスレボリューションとかに入りますか踏めない感じです、ね。<laughs> そっか。<laughs> 早すぎると踏めないのか。じゃあ、そんな感じで BPM は200と205ということがわかりました。うん えー、新しいアーシャも発表されまして、新しいアーシャは、もうん、なんか、メカメカしい感じって言えばいいのかななんかですね、今までやったことのない、ちょっとなんかモードモードって言えばいいんですかねなんかまた、音楽フェスでちょっと浮きそうなアーシャがね、誕生しましたけれども、いいと思います。こうね。<laughs> いいと思いますよ。そう そんな感じで、まあなんか、しばらくね、このアーシャとお付き合いいただきまして、イージーラブが結構ね、あの、人間味のある感じって言えばいいのかなこう、さっぱり系だったので、今回はちょっと味の濃いめのね、感じの衣装になっております。重かったな、もう肩ちぎれるかと思ったよ。頭皮と肩にめり込む、すごいね、スーパーヘビー銃武装だったんだけども、あれもね、あの、 その夏美さんが手作りしていただいた衣装なので、なんかね、こう、もっとビジュアルが出たら衣装についてもお話ししていきたいんですけれども、はい、ここで一旦曲に行きましょう。うん、曲分けのスミペ大予言もお楽しみに。それでは聴いてください。上坂すみれで、海想ラスプーチン。 いただいたのは上坂すみれでカイソラスコーチンでした、えー、10月のライブに向けてネオプロパガンダ復習でございますこちらはザ・リーサルウェポンズのアイキッドさんの作詞作曲の一曲でございましてこれねあのライブっていうかバンドで演奏するとまあ大操かっこいいんですよこれねあのまあこれ練習してたのリハでライブのねリハでねもう こう、新曲ですから。やりますよ、新曲。本当に、やりますから。あの、お家でも練習しますから、これから。<laughs> これから、これからやりますから。これね、あの、本当に、ライブでね、盛り上がること間違いなしな一曲なので、こちらもぜひ合わせてよろしくお願いします。えー、ここで、すみぺ大予言の発表です。日曜日から一週間、運がいいのはお前だえー、新学期デビューの人ね。 これは、私できなかったんだよね、一回も。新学期デビューっていうやつ。この人、制服はちゃんと着てるんだな。なんか、育ちの良さが感じられますけど、なんかは、髪をさ、染めたり、私、一、一生で一回も染めたことないからさ、すごいよね。ずっと、この地毛と生きてますからね。いや、もう切るのももったいないなぁ。<laughs> うん ほんと、切ったら、切ったら販売するしかないよ。ちょっとずつ袋に詰めて <laughs>。もうそのぐらいね、大事な、大事な紙ですけど、まあそんな感じで、えー、夏休みもね、もう終わりに近づいてるっていうことで、良い新学期をお過ごしください。えー、さあ、曲明けここから後半戦でコーナーです。ちょっと夏っぽい企画ってことで、こんなことをやっちゃおうと思います。 上坂的自由研究、あの子の六角形 <laughs> はぁはぁ、あ。えー、曲終わりのアイキャッチで、おマネル図鑑たちについているレーダーチャート。あんな形で、6つの自由な項目で、お友達の声優さんを、私なりに徹底考察してみようという企画でございます。はーい。こんな感じでね、チャートになっておりますので、私が <laughs>、 能力を書き込んでいく。<laughs> そ、そんなことしたことないな、生身の人間に。まあ、一回やってみよう。ということで、まず考察するのは、ブル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 ブン。えー、小倉ゆいちゃんです。好きだね、私、ゆいちゃん。いやー、もうね、ゆいちゃんは、確かに、レーダーチャートに何を書き込むか、すごいね、悩ましいところではありますけれども、はい、まあ、ゆいちゃんに初めてはね、 捧げていきたいと思います。じゃあ、書いていきましょう。まずね、小倉ゆ小倉ゆとね、名前を書いていこうね。<ん>はい、書けました。ということで、見てみましょう。でれん。ラブリー。S。パフォーマンス。S。闇。C。同じクラスにいたら話しかけられそうか。はてな。はだ S. S 連絡のしやすさ。D.、えー、まずは、ラブリー。これはね、もうゆいちゃんを形容するために作られた言葉なので、S です。これはもうね、誰も異論はないでしょう。そしてパフォーマンス。これもね、ゆいちゃんがこうね、いることを表現することがパフォーマンスという言葉なので、S です。これも異論はないでしょう。もちろん、 えー、闇。これはですね、まあ、ゆいちゃんの闇はどこにあるのかななんかそこはかとなく、そこはかとなくあるよね。なんかさ、底知れぬ狂気が。<laughs> 私には、私にはないの。でも私さ、養殖の人工、人工狂気女だから。<laughs> 人工狂気女だから、あの、機械で作ってんの。あの、あの、岐阜の工場とかで作ったやつをさ、私、 あの、セッティングしてるだけだから。でも、ゆいちゃん多分なんかね、ゆいちゃんの井戸みたいなやつから自然と湧き上がってくる、もう天然由来のね、ダークネスがね、時々、時々私のね、心を突き刺すのがたまらないんだなでもね、そんなに出てないから、まあ、間を取って、うーんーと、S、A、B、C だから C ですね。あの、そして、同じクラスにいたら話しかけられそうか、これ書いといて、 わかんなかったんですよね。だから、ハテナになりました。ここはと、溶け出しています。ここはね、どうかな最初は、いや、無理だろうって思ったんですけど、もうなんか、ゆいちゃんから話しかけてくれるんじゃないかワンチャンスっていう、このオタク特有の発想をしちゃったからさ、ちょっと希望を持って、ハテナになってるね。肌これはもう、最高級なので、S です。ゆいちゃんで、本当にお肌のケアがね、もう、 顔だけじゃなくてさ、全身をとてもケアされてるのが伝わってくるから、本当にすごいと思います。えー、そして連絡のしやすさ。まあ、これは、S、A、B、C、D ぐらいですね。たまになら、<laughs> うーん、<laughs> 半年に一遍ぐらいなら言える <laughs>。でも、用事がない時に連絡するのは忍びない感じがするから、誕生日の時が狙い目ですよね。あと、新年とか <laughs>。<laughs> ライン落とし玉でも送るかなって <laughs>。でもそしたらね、ちゃんとあの、皮をそのスタンプを送ってくれるのよ。だから、もうこんなんじゃ私、こんな引っ込み思案だったら、いつゆいちゃん家に行けるんだろう。早くゆいちゃんのパジャマ着たいわ。<laughs> はい、これはね、なんか、似顔絵欄みたいな感じかなって思ったんですけど、まあちょっと、豆大福。豆大福で、わかるでしょ、ゆいちゃんだって。 はい。ということでね。ま、ゆいちゃんのアイコンはこれ。ということでね。チャートが出来上がりました。どうかなみんな予想は合ってたかなじゃあね、ゆいちゃんが書けたということで。ゆいちゃんが書けたということは、いのりさんも書くことになります <laughs>。いのりちゃんに関してはもう、来てないですからね。完全にさ、あの、ただ、ただこのオマネルで、 あの、話題にされてるだけ、完全になんか、欠席裁判だけどいいかな。<laughs> ま、いいか、書き始めよう。<laughs> うん、はい、ということで、いのりちゃんのチャートが書けました。じゃんキュート !S! 透明感 !S! 闇 !C! 捕まえやすさ !E! 肌 !S! 好物のわかりやすさ !B! まずは、キュート これは S ランクでしょう。これはもうみんな異論のないところだと思います。そして透明感ね。まあ、これは見た目もそうですし、声とかね、お歌の感じとかも透明感がすごい透明度100です。本当に。なんかそういう海ありましたよね。モルジブモルジブって感じではね、透明な感じです。これも異論がないでしょう。はい。闇闇はね、 ないように見えるんですけれども、これもまたね、あの、ゆいちゃんといい勝負のね、天然由来の闇がね、こう湧き出ているところがあって、それも私のね、この心にね、迫り来る闇が私は感慨深いんですね。こう、でも、いのりちゃんの描くイラストはまあまあ怖いけど、でも、あの、あの怖さってさ、普通に描くと出ないんですよね。 いや、すごいと思います。そう。あと、時々ね、あの、そうだな。あの、目の、目の奥が、目の奥が真っ暗になっているとき。<laughs> すごいわかる。すごいわかる。でもさ、あの綺麗な、綺麗な暗闇はね、またいいものですよ。そして、捕まえやすさ。これは捕まえにくいですね。相当いいモンスターボールじゃないと捕まらないですよ。多分、あの、 M って書いてある。いいボールじゃないの。捕まらないんだよね。そう。あの、あっという間にね、あの、逃げられたり、先に帰られたりしますから、早く捕まえましょう。<laughs> え、肌これはね、S ランクです。これは依存はないでしょう。いいんですよ。これね、最初、私は、いのりちゃんといえば、いのりちゃんのあのね、足のね、膝裏のあのスキンがね、特に素晴らしいって言いますけど、 全体的にいいんですよ。なんか、さらっとしてるの。みのりちゃんって汗かくのかな書いてた、書、うん、いてたわ。それなりに書くんだけど。でもね、さらっとしてるんですよ。なんか、すごい、ツルンってやりたくなるね。スベースベーなね、お肌が楽しめる。素晴らしい、素晴らしい肌質でございます。これも依存がないでしょう。鉱物のわかりやすさ。これはね、わかりそうでわからないんだよな。なんかさ、 意外と私生活がね、謎なんですよ。あの、えー、なんか想像つかないんだよな、私。まだね、いのりちゃんがどんな祈りハウスに住んでるかもわからないんですけれども。でもなんか、意外とね、あの、のほほんと、こう、 暮らしているらしいんだけど、何してんだろう夕飯何食べてんだろうって、いのりちゃんのね、空想をするとね、何も、その周囲に何も浮かばないんだよね <laughs>。白い空間にいるいのりちゃん <laughs>、白振りにね、いのりちゃんが立ってるだけのね、絵が思い浮かぶから、なかなかまだね、実態が明らかになってないところは多いんだ。謎が多いね。というわけで、あの、まあ、似顔絵はね、よくいのりちゃんがサイン色紙に書いてるこいつ。 なるなんだこいつ、クリームパンマンなのかなちょっとよく知らないんですけれども。なんかちょっと真似して書いてみたよ。えー、ゆー、ゆいちゃんじゃない <laughs> いおりちゃん <laughs> 変な番組じゃないから、ぜひ来てください。あの、メモ欄にも書けましたけど、よろしくお願いします。この、レーダーチャートを書いたっていうのはみんな内緒にしといて。<laughs> はい。来てからね、書けばいいのにね。先に研究しちゃったからね。<laughs> じゃあ、そんな感じで、えー、今日はお時間でございます。私の自由研究は、ゆいちゃんといのりちゃんのレーダーチャートでした。みんなも、もし、あまだ自由研究やってないっていう人は、女性声優のレーダーチャートを作ってみてはいかがでしょうか。多分、クラスの、クラスの先生には、なるほどって言われると思います。頑張ってみて。はい。まあ、夏休みは終わりますけれども、 この研究はたまーにやるかもしれませんって感じです。今日のお前が寝るまではここまで今日の放送は一言でまとめると、まあ、だいぶ前になりますけど、新曲よろしくお願いしまーすです。アーシャもね、かっこいいんでよろしくお願いします。はい。そして、いのりちゃん、ゲスト待ってまーすというわけで今日はお別れですお前ら、いい夢見ろよー てッケて